休みの日でもアイドルらしく。でもここなら少しリラックスしてもいいわよね。Bye.
いてる。まだ助けられる。でも紳士を向かわせることも慰霊を行うことも今の状況を緩和するだけで根本的な問題を解決できない。それに負担がどんどんひどくなってて。大丈夫よ、精霊。こっちの負担は考えなくていいから。こうするって決めたからには最後まで全力でやり通しましょう。ジェリさん、大丈夫ですか？うん、なんとか耐えられてる。外の様子はどうなってるの？無事とは言えませんが、多少の時間は稼げているようです。スケちゃんの案内のおかげで住人たちに怪我はありません。こっちも心配いらないよ。この式の律者がいる限り鬼火に対してアナウンスをするくらい楽勝だからね。ですが月の光がますます暗くなっていくなのです。一人目の犠牲者が現れるのも時間の問題なのです。はいはい、そんなのみんなも知ってるよ。石博士には問題を解決してほしいけど暗い話はしてほしくないな。とにかく二人のゼーレがせっかく稼いでくれた時間を無駄にするわけにはいかないわ。今は積極的に話し合って新しい対応策を決めましょう。では手短に、まずはあなたから始めてください。ミステル、どうしました？話したいことはないんですか？元凶の一人として何か案を思いついたのかと思ったのですが。プロメテウス、その話し方だと余計誤解されちゃうじゃない？でも一つだけは確かにそうね。漁師の海の冒険者たちの前でならもう一度腕前を披露しても構わないわ。少し前の状況を思い出してみて。二人のゼーレが二つの世界を行き来したから、彼女たちは善人以外の二人目の高等の賢者になった。そのせいで、高等の賢者が二人同時存在することになって、世界の規則に触れてしまい、一時的に滅亡現象が激しくなったのよね。そして、善人の高等の賢者によると、彼女自身も世界の規則を全部知ってるわけじゃない。当然だよ。あなたたちの話では彼女は申請した聖婚なんでしょ？何でも知ってるわけないよ。だから私たちは賢者は一人のみという規則に触れてしまったから世界が不安定になったって思ってた。でも事実がそうじゃなかったら？まさか他の未知の規則にも触れたとか言うつもりじゃないでしょうね。だとしたらあなたの解説は随分と適当だわ。適当かどうかはさておき、大多数の天然物の存在を支配する規則は大抵ほとんどが単純なものなのです。この宇宙の物質分布はビッグバンの際に起きた量子揺らぎで決まりましたし、自然界の複雑な現象の多くも単純な法則が様々な反復、反射、もしくは反転したものなのです。律者降臨のようなゲームの規則に近いようなものも人類の観測史上では一例のみ。終焉の繭の存在はそれが天然のシステムではないことを証明したなのです。さすがシュレーディンガー博士ね。とてもわかりやすい説明だったわ。でもキラ、少し焦りすぎなんじゃないかしら。私が言おうとしてたのはセントソルトスノーと砂鉄の国、その二つの世界の間にもしかしたらより膨大で普通の世界の泡にはない規則、唯一の規則が存在しているのかもしれないってこと。高等の賢者は共存できない、もしくは高等の賢者は高等から出られない。高等の賢者だけが二つの世界を行き来できるなんてことはなくて、今世界が滅亡しつつあるという事実自体がその唯一の規則の外的表象に過ぎないんじゃないかしら。最初から規則は一つだけ、その規則があるから高等の賢者は
壺にはまるかのように世界の一部になり、そしてそのせいで世界は滅亡していく。ミステル、その唯一の規則って何だと思う？それはわからないわ。は？先にここに来ていた前任の高等の賢者でさえ把握していなかったこと、私がすぐに理解できるわけないでしょ。私はただみんなに伝えたかったの。唯一の規則の正体がわからない限り、次の行動プランを決めることはできないってね。その唯一の規則をどうやって見つけるかは私の能力の範疇を超えてるわ。私にできるのは世界が滅亡するという結果の推測くらい。二つの世界の泡が溶け合い消えてしまうでしょう。結局のところ、世界の終わりを予告した以外何も言ってないのと同じじゃない。確かに指針のないコンパスを見つけただけで実用性のある貢献はまだできていないわね。でも今の私は確実に、何も隠してないわ。私があなたたちを巻き込んだのだから仕方ないでしょ。借りは返すのが筋だもの。その自覚はあるのね。ええ、他に補足として使える情報はないか、もう少し考えさせて。あ、私がある手段を使って二人のゼーレをここに連れてきた時の話からしましょうか。あの時二人はそれぞれ違う世界の泡に入ったのよね。うん、前任の高等の賢者が言うには、私たちを見本にして世界の分裂を阻止する手段を見つけるためにそうしたんだって。ええ、具体的に言うと、漁師の海で浸透を行う私の方法は超空師の虚数特異点の近くでも有効だった。それ自体が一つの疑問点でもあるし、別の角度から唯一の規則という存在を考えたきっかけでもあるわ。でも今話したいのは、あの時賢者の求めを考慮した私は境界の浸透性を緩めたの。そのせいで00155を誕生し、とある灰蛇の死に、それからこう話しましょう。前任の高等の賢者が欲しかったのは人ならざる者と人類の良好なつながり、互いに成長し合う見本なの。もちろん見本は大いに越したことはないでしょう。聖魂から生まれたゼーレの他にもう一人も同じ条件を兼ね備えてて。あら、四季の律者のことかしら。あのね、見て見ぬふりをしてあげようって思ったのに、自分からその話をしてどうするの？よくもそんな目的のために私をここに飛ばしてくれたね。この偉大なる四季の律者様は呼び用の見本にしかならないってわけ？そこを気にしてるんだ。いえ、そうじゃないわ。見本である以上一人だけってわけにはいかないの。最初私はゼーレの時と同じようにあなたとフカをそれぞれセントソルトスノーと砂鉄の国に招こうと思ってたの。でも計画の途中で予想外のことが起きたのよ。それは四季の律者の降臨だけに成功してフカは行方不明になったってこと。は？何を？あ、いいえ、心配はいらないわ。何があったかはわからないけど、普通なら転送が失敗しても彼女に実質的なダメージを与えたりしないはずよ。今のフカは固有世界に残ってるか、それともどこかに飛ばされたか、どちらにしても彼女の実力ならきっと問題はないでしょうね。確かに、あの朴念人はあなたレベルの雑魚がどうにかできる人間じゃないからね。つまり朴念人がセントソルトスノーに来なかったのは例の唯一の規則と関係があるからってこと？さすが四季の律者ね。察しがいいわ。その通りよ。
あなたと不可の違い、あなたたちと二人のゼーレの違いは、唯一の規則を明らかにする一つ目の鍵かもしれないわ。さらに二人のゼーレが二つの世界から感知した様々な相違点と共通点も加えると、二つ目の鍵も手に入れたも同然よ。確かにヒントになるなのです。しかしそんな蜃気楼のような発想だけでは唯一の規則の正体を推測するどころか、その存在を確かめることすら困難なのです。確かにまだまだ手がかりが必要ですね。つまり私たちは世界の秩序を維持しながら調査を行うしかないってこと。ちっ、めんどくさいわね。スーサナ、さっきから君は話の内容を理解できてる？僕にもわかるように説明をお願いしてもいいかな？すみません、私にもよくわからなくて。え？君は彼女たちの仲間で唯一の正式なバルキリーだよね？うん、そう言われるとますます申し訳なくなってきます。うん、もしかしたら唯一の規則に関する三つ目の鍵もあるかもしれないわね。ただそれは私の手の中にはないけど、私たちの中に手がかりを知ってるのにわざと隠して共有してない人が一人いるわね。へえ。もちろんみんなを危険な目に遭わせた責任は果たすわ。でも私とプロメテウスを尾行して漁師の海からこの世界に来たのは誰だったかしら。会ってすぐに私を殺そうとするなんて、明らかに何かの任務あるいは使命を持ってるのは誰だと思う？そして今まで自分の本当の目的を隠して私とプロメテウスに矛先を向け続けてるのは誰かしら？あなたは一度も手札を見せていないわよね。漁師の海からの刺客、しぐれキラ。キラ先輩、どう？キラ、何か異論はないのかしら？遠慮なく反論して構わないわよ。ふん、言われなくても反論するに決まってるわ。認めたくはないけど、あなたの話の全部がデタラメってわけじゃない。その通りよ。私は個人的な事情を一部隠してる。みんなに伝えていないのよ。個人的な事情？ええ、私たちのいる世界の泡と直接的な関係があるかどうかが確信できなかったの。弁解してるように聞こえるかもしれないけど、どうやって伝えようか考えてたのよ。何しろこの高騰に入ってからみんなはあまり暇ではなかったでしょ。なるほど、時間がない。確かに便利で汎用性のある言い訳です。あら、気にしないで。この子は以前からこんな風に慎重なの。いいことなのか悪いことなのかはわからないけど。あ、私はキラ先輩のことを信じてますよ。うん、この世界の泡に入ってからキラ先輩はずっと私たちを助けて、いろいろ適切なアドバイスをくれました。それに誰にだって過去があります。本人がそれを言おうとしないのも普通のことです。みんな、本当に騙されやすいわね。ええー、あなた、キラ先輩、こういう時は感動的な場面のように抱きしめ合ってお互いの友情と信頼を称えるべきじゃないですか？青春ドラマの見すぎよ、バーカ。一応一人前のバルキリーなんだから、人を疑うこともよく考えることも大事よ。
ずっとお人よしのままじゃダメ。はい、おっしゃる通りです。すみません、キラ先輩。まったく何の根拠もない先輩を信用しすぎよ。今度テレサに会ったら、どうしてあなたたちをこんな風に育てたのかちゃんと聞かないとね。青春ドラマですね。本当に面白い子たちだわ。ちょっと笑ったり叫んだりして一体何があったの？私たちを仲間外れにしないで、面白いことがあったら早く教えなさい。本題に戻るわね。これから私の知ってる全ての情報と、だいたい半年前に起こったことを伝えるわ。はい。でも席を外した方がいいかしら？キラ、知ってると思うけど、席を外したとしても私はあなたの話を聞くことができるわ。はあ、別にいいわよ。あなたが私のターゲットじゃないことは分かってるし、聞かれても構わないから。はあ、全てはある死んだ世界の泡の話から始まるの。キラ、あんたはどう思う？予想よりも10倍くらいひどいわね。つまり今回、長老は大げさに言ってないってことだよな。確かにその通りね。むしろかなり控えめな言い方だったわ。これが対応しなければならない危機だというのなら、行きましょう、ニグラス。面白い。久しぶりに体を動かせそうだ。こいつら、漁師の海でよく見かける種類と全然違うわね。安心しな。あんたの相手にはならないさ。それに私のサポートもあるしね。ほう、肉体の強さと柔軟さが向上してる。さすが私の相棒だ。ちょっと、戦闘中に身体検査はやめてくれる？ああ、ごめんごめん、一緒にいない場面が増えたから、つい過去を懐かしいと思ってしまってね。それもそうね。弾薬とデートする？全部解決した？さ、大して戦ってないくせに。どう？この近くに他の生体反応はある？おっと、しばらく待ってくれ。ブラックシュガーの携帯ならまだしも、人の携帯でも同じ動きで情報を探そうとするなんて、複雑な気持ちになるわ。気にしないで、使えればそれでいいだろう。ふん、なるほど。私が探知できる範囲内では、通常の意味で生命と呼ばれるものは存在しない。だがこいつらは違う。この怪物たち、まさか。ああ、そうだ。体と構造に違いはあるが、紛れもなく奴らと同じ根源を持ってる。やったー、コンペイトー長老が心配してた状況と同じね。コンペイトー長老は時間を守る人なのに、どうして今日はこんなに待たせるのかしら。さあな、琥珀島たちから聞いたんだが、前回バルキーロ望遠鏡を使ってから、長老はやけに心配性になって、何をしても魂が抜けたみたいになってるらしい。単に年を取って
いろいろ心配するようになったってわけじゃないの？裏で人の悪口を言うのは良くないぞ、クリスタルシュは。あ、チョロ、やっと来たのね。待たせたな。それで、一体どんなすごいことがあって私たちをこんなに待たせたの？そなたは相変わらずはっきりものを言うの。まあよい、一刻の猶予もないんじゃ。世間話をしている暇などないぞ。長老、そんなに切羽詰まって一体どうしたんだ？ブラックシュガー、クリスタルシュガー、そなたたちにはとある特殊な世界の泡に行き、少し気がかりな情報を探ってきてほしいのじゃ。お菓子の家の新しい位置が必要なの？いや、その世界の泡は一族とは無関係じゃ。それにすでに破壊されたままの状態で何年も経っておる。しかしかなり危険な旅になるじゃろう。一族の中で最も強い者にこの任務を任せる必要がある。そして今お菓子の家で待機している戦闘特化型のシュガーズはそなたたちだけじゃ。別に言ってもいいけど、その世界はすでに何年も前に破壊されたんだろ。本当に急を要することなのか？そうじゃ、むしろ気づくのが遅すぎた可能性もある。そなたたちの偵察の結果がシュガーズ一族の存亡に関わるかもしれんぞ。待って、そんなに？決して脅しなどではない。あの世界の泡を壊した存在は我らの宿敵と関係があるかもしれないのじゃ。あの忌々しくて恐ろしい天井の人。天井の人、それはかつてシュガーズ一族の最初の故郷を壊した存在よ。ああ、銀河を転々として星のエネルギーを徹底的に吸い尽くさないと気が済まないあの生きた天才のことさ。長老は奴らのことを宇宙の海賊と呼んでるが、私は宇宙のイナゴの方が合ってると思う。個体なら大したことはないのに、コピー能力が異常で恐ろしく、至るところを草一本も生えない地にするんだ。確かシュガーズが全てをかけてお菓子の家を作ったのは奴らのしつこい嫌がらせから逃げるためだったのよね。そうだよ、一匹を見つけたら一群れが近くにいるからな。でも厳密に言うと、お菓子の家が作られたのはコンペイトー長老が生まれる前のことよね。ああ、地球で言うとジュラ紀くらいの時だったかな。そういえばどうしてシュガーズ一族は今でもこんなに天井の人を恐ろしいと思ってるの？結局のところ大昔のことなんでしょ。天井の人が野心を実現させる能力を持っているならとっくに地球に来て思い切りコピーしてるじゃない。でもそんなことは起きてない。つまりシュガーズ一族が住んでるお菓子の家は相当安全ってこと。心配する必要なんてないはずよ。でも私たちは今漁師の海で奴らに似たような存在を派遣しただろ。それにもう一つの理由から話すと。あ？どうしたの？あっちの方に電子機器による微弱な信号がある気がする。この怪物たちとは全く違うものだ。ここの文明が残した痕跡かしら？わからない。さあ確かめに行こう。シュガーズが天井の人を恐れるのは別の理由があるからって言ったわよね。天井の人の体は一種の機械だ。シュガーズが持つ動物形態と同じように奴らにも肉体の改造って過程があるはず。でも何年も前からそれほどの技術を持ってるなら、なぜ奴らは原始的なやり方でエネルギーを得てコピーを行うと思う？長老曰く、
天井の人は設計された存在って可能性がある。だから文明と技術が食い違う現象が起きてるんだ。でも星を駆け巡る種族を作るような存在は何だと思う？それが長老が怯える理由の一つだよ。また現れたな。本当にうまく環境を利用してる。ごめんキラ、私も近づかないと気づけないみたいだ。事前に教えることはできない。気にしないで。その代わりに次は新曲の練習に付き合ってくれる？え、今なんて？風と砂ぼこりがひどくてよく聞こえなかったよ。着いたよ。信号の源はこの扉の向こうにある。人が作った建物ね。綺麗に保存されてるし、中に入ってみましょう。あれ、スイッチがどこにもない。まさか中からじゃないと開けられないとか？足元を気をつけて。あ、ようこそ。うわー、びっくりした。これはホログラフィー？ようこそ二人の旅人さん。僕たちの最後の家、ミラクルランドアトラースへ。そんな家はあと100以上もあるけどね。世界の終わりをテーマにしたジョークだよ。僕は二人のガイドで、アトラースの管理人、電気工学者、総合学科教師、料理長、美容師、医者とカウンセラー、それとポジティブな隣人チャット。その通り。ミラクルランドにある職業は全部僕が担当してるんだ。僕の給料まで僕自身が払ってるのさ。ズルはしてないよ。うう、こいつがこの映像を撮った時はきっと酔っ払ってたんだろうな。記録者の性格はさておき、映像を見たらこの世界の泡に何があったのかを把握できるかもしれないわね。それもその長さ次第だけどな。善は急げと言うし、早速今回のミラクルランドでの旅を案内するよ。ついてきて。あれは生命維持装置？いえ、どちらかというとバイオコンピュータかしら。どうやらこの世界の泡の人たちは地球の情報化時代に負けないほどの技術力を持ってる。いや、持ってたって方が正しいのか。では準備はいいかな、可愛いレディーたち。これから二人に見せるのは紛れもなく黄金の時代と呼ばれたあの貴重な歴史の記録だよ。もう待ちきれないんじゃないかな。早速そこのボタンを押して。ボタン、ああ、これのことかしら。さっきあなたが話してた旅って一体何なの？もう待ちきれないんじゃないかな。早速そこのボタンを押して。ふん、押してみないとわからないってことね。気をつけてキラ、そいつの口調を聞いてると妙に嫌な予感がするんだ。ええ、警戒を怠らないようにするわ。押すわね。
夏といえばツアーの季節。このシグレキラと一緒に世界を旅しない？